キングの本拠地サザンクロス。そこにあるのは力による支配、そして終わることのない労働。この時代に安息の地はないのか。そしてスペードの死が新たな火種となる。動き出すキングとその配下たち、戦いの火蓋は切って落とされた。旅の途中、ケンシロウとバットは怪しげに吊るされた農夫の亡骸を目にする。そこにはキングのメッセージが刻まれていた。次々と犠牲になる罪のない人々、命をもてあそぶキングの配下ダイヤにケンシロウが裁きを下す。怒涛のごとく悪党を蹴散らすケンシロウ。この戦いを終わらせるべくキングと戦うことを決意する。バットの案内でたどり着いたキングの町サザンクロス。その町の名に顔色が変わるケンシロウ。果たしてその名は何を意味するのか。日が沈み、静まり返るサザンクロスに絶望の悲鳴がこだまする。月明かりに照らされ不敵に笑うキングの配下クラブ。力なき者は朝日すら拝めないのか。その時、闇に差し込む一筋の希望、クラブの悪行にケンシロウが終止符を打つ。なんでこれを、体が。死にたくなければ俺の質問に答える。キングとは何者だ。正体は知りません。得体の知れない剣法を使います。剣法。そんな約束が違う。お前が一度でも約束を守ったことがあるのか。そんな死にたくない。死ねた。町の名がサザンクロス、そして剣法。まさか北斗神拳、生きていたのか。